私たちは海外でパフォーマンスさせてもらうときは、最近はその現地の音楽、現地 の, あの国の音楽だったり地域ですごく流行ってる音楽をリサーチして、それに合わせて踊ったりしてます。あとはその海外でも日本の音楽が流行ってたりするので、最近だったら YOASOBI のアイドルとかクリーピーナッツのブリンバンバンボンとかは、ちょっとあの前回高尾でもパフォーマンスした時は、あの現地にいたそのフェスを楽しみに来たお客さんはみんな歌ってたので、その日本の楽曲をなんかこうこれ好きでいてくれる人がたくさんいるから、その人たちのあの期待に応えてというか、なんかやってほしいなっていうことを、あの私たちも普段パフォーマンスで取り入れるようにしています。